どうも、翔平 TV です。本日は上野にいるんですけども、今日は草野球プレイヤー元くんを呼んでいます。ちょっと来るまで待とうと思います。来た。来たー、お疲れです。お疲れです。わざわざありがとう。いえいえ。今日ちょっと上野をちょっとぐるぐるしてさ、はいろいろなんかスポーツ屋さん回ったりさ、はい、ちょっとなんかいろいろやろう。とりあえず飯行こう。はい、もうカメラ回してるのかな。マジっすか。テレビ屋じゃないですか。 YouTuber ですか。はい、じゃあ行きます。はい、来ました。スポーツ10円さんです。中行こう。はい、中行こう。よし、行こう。逆行こう。じゃあ入ってきます。1、2と、お、いっぱい書いてある。あ、特産 TV ね、めっちゃ書いてある。すげえ、すげえ。こんなのやってるんですか。サインください。見てこれ、出た、小林 Z のね、小林ってイメージ。7200円か。下から来ました、来ましたよ、来ましたよ。はい、入ったらすぐにジュニア用のグローブ、サイズが S と M と L と、ちょっと大きめのグローブ。新しい色のやつじゃないですか。ん？ブラックキャノン、新しい新色のやつ。ブラックキャノン、本当だ。ブラックキャノンマックスの新色、これ子供用ですかね。そうですね、ね、ジュニア用。超速ライド。うん、ジュニア用。おお。かっこいいですね。かっこいいね、赤いね。かっこいい。バッテもすごい、バッテも子供用なんだ。かっこいいですね。うん、かっこいい。すごい。ちょっと特産感。確かに。アディダスだもんね。ね。こんにちは。そうなります。あっす。本当だ。ここに店頭のこうレジの横に噂のアクスヘペルガード。でちなみに、あの僕はあの今この新しいやつ白いやつつけてます。このフレアここに。はい、ついてますね。はい。これ水プロ、おお、すごい。こいい。いいやん。ただくん。上を見てちょうだい、上を。違う。それもだけど。こっから。こっからバーって見てよ、こっから。あ、すごい。へー。来てるっすね。すごいですね。来てます。多い子いる。みんな来てる。すごい。え、アソペン。本当だ。アソペン来たんですか。あ、そうなんですか。あれ危なしいですね。いたぞ。そうなんです。去年の6月ぐらいに、はい、ちょっと行かせてもらって、その時に、はい、ちょっとこういう風に写真撮らせてもらいました。すいません、それはいいですね。はい、すごいやん。どうセレクトない。なんかこっちに結び目あんのがなんか新鮮っすね。うん、ほんとだ。セレクトない。どうですか、なんかありますか、気になるグローブ。ちょっと珍しいですね。あら、手話プレイですか。珍しくないですか。手話プレイあんまり見ないですよね。見ないっすね、手話プレイあんまり。見た目かっこいいですよね。18体いてますし。ほんとだ、うっすらと同じ色で18。おお、入ってます。このまロゴの感じもかっこいいですね。うん、かっこいい。ありですか。アディダス？はい。本当だ。めっちゃかっこいいやん。軽い？しかも割ともういい感じに使えそうな。嘘。軽いね。軽いですね。めっちゃ軽い。おしゃれだし、なんか。おしゃれ。ザラザラと。これメッシュっていうかな。メッシュですね。うん。めっちゃかっこいいんやけど。中見える中。中も同じ。やっぱ薄いね。こっちがメッシュ見えるんですよ。外が見える。こっちがメッシュになってるんですね。そう、外が見える。透けてますね、確かに。うん、見えてますね。はい、あとこれかっこいいな。はい、ウィルソン。ウィルソン、なんか高級感ってすごい。配色すごいですね、これ。ね、高級感めっちゃある。あ、めっちゃ高級感ある。結構好きな形です。デュアルタイプだし、軽いしね。軽いでしょ。軽いですね。うん、いいと思います。この辺結構密着していいですね。ね、もう一個。あ、それもいい。これジャパン感がすごい。うん、結構ジャパン感、侍ジャパン感が。本当だ、金色でめっちゃ高級感ある。すごいな。めっちゃすごい。へえ。ちゃんと左を回りますよ。本当に、本当だ。ほら、お、左の人もこれ使えるね。色が違う、やっぱね、使える。左の人も使えるやん。Z
ゼット。さあ来ました、ゼット。これ気になりますよね。キャチャミット。キャチャミット。なんか、はい、マジですか。この辺なんもないんですよね。確かに何も書いてない。なんかこっちにロゴがあるイメージが、うん、結構こっちにあるよね普通ね。そうそうそう。でもここの上にラベルをなんか最後そうあえてなっちゃってるんですよね。はいはいはい。ピッチャー系来た。あこれすごい。ファイヤーオレンジ的な感じ。ねプロステジャパンレーザー。革にこだわってる。本当だ。らしい。本当なんていうか。あ本当だ。へえ。ここほらヌバックってわかる？はい、あの革の裏を使ってるやつ。ヌ、はい、バックの方がやっぱ。綺麗に赤で。そう。でもこれってあの手入れはどうやってやるんだろうね。これって軽く一緒にブラシかブラシなんかな。ブラシ程度かな。えでもあれですよね。スパイクとかでなんか専用の泡みたいなやつありましたよね。うん。スプレーみたいな。うんうん、でもこの王冠だっけ？王冠な感じの、はい、こういうの俺使ったことなくて、はい、ちょっと憧れがある実は。結構憧れる。でこっち側は？はい。こっち側も。はい、はい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 、そういう感じですね。おお素晴らしい。でグローブ今回ジュエンさんのグローブも紹介しました。はい、ちょっとまた今度は別のねコーナーをちょっと紹介していきたいと思います。はい、それではチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではありがとうございました。